それではスタート。枝から花を取ります。花片を残して花だけ取るときれいに仕上がります。後で取り除くと大変です。金木犀はつぼみの方が薬効があります。気がついた時には花が咲いています。花は咲いてもリラックス効果はあります。ゴミを取り除きます。この状態で乾燥させるとお茶になります。金木犀は体を温める。いいえ、月経痛の緩和、痰を取り除く働きがあります。またいい香りなのでストレス解消、リラックス効果もあります。金木犀を入れて1分間煮ます。とろみがついたら外します。